DJ ソーライト。アロハこんにちは、メロージャム TV、 リアルもゲームも世界中を旅するのが好き、メロージャムトラベラー DJ ソワライズです。今回なんですが、ファイナルファンタジーレコードキーパー、クリスタルダンジョン、アーク、地属性弱点、物理有効に挑んでみたいと思います。パーティーメンバーはラストに紹介しますので、最後まで見てくれたら嬉しいです。フレンドはファブラソーサラー、フレチェンを使っていきます。ベストタイムは26秒21、こちらを目標にして30秒切り動画アクティブバトルで挑んでいきたいと思います。行動順やコードパターンなんか戦い方など少しでも参考になったら嬉しいと思います。それでは行ってみましょう。アクティブバトルで挑む地属性弱点物理有効クリスタルダンジョンアーク行ってみたいと思います。バトルスピードは1。さあ始まりました、アーク。毎度おなじみユーナちゃんの縛りで行きたいと思います。まずはティファちゃん、ゲージ戦技、ユーナ様で新王子でヘイストをかけていきます。カイ先生もゲージ戦技、ケルガーさんもゲージ戦技、クイナさんは覚醒1を使っていきたいと思います。アーズさんが同式レベル1になりました。まずは気にせずいきたいと思います。アンチヒール、ケルガーさんは千浴びでゲージを貯めていく、キバちゃんは新奥義、ユナ様はゲージ貯め戦技、でガイ先生も新奥義を使っていきたいと思います。クイナさんは6000、そんでゲージを2を貯めるという感じ。ガンショット全体攻撃、まとい話も飛んできます。ケルガーさんは引き続きゲージ貯め、キバちゃんはマスター神器使っていきます。ユナ様で B 角短縮2ターン入ります。その恩恵を使ってバブラソーサラーフレチェンクイナさんで入れてきます。ティファちゃんはマスタージンギからの D 角、1回先生は弱体アビを使っていきます。今は弱体マイナス6入ってます。いきましょう、攻撃気にせずいっていきます。ケルガーさんもマスタージンギ使っていきます。ユナさんで斬鉄剣、防御、魔法防御、勝負デバフをかけていきます。ケルガーさんのマッサージ機が入ります。クイナさんで味覚、クイナさんで千アビ、千アビ標識が割れてきました。まだクリティカルは 100% になっておりませんので、ここは最初は引きたいですけど、チェーンを稼ぎつつ必殺技を使っていきます。ガイ先生はシンクロ、これは痛い攻撃、3万9000食らって踏みとどまってなんとか持ちこたえるという感じ。ここは焦らずいきましょう。アンチヒールも飛んできてますが、焦らず回復をして踏みとどまるを上書きしていきたいと思います。ケンガー先生は攻撃、ユーナさんで覚醒2を使って君の背中へ送るよ、フルブレ&踏みとどまる、ゲージも1個たまります。でティファちゃんでリミットブレイクチェーンを V に当てていきます。ケルガーさんで警戒攻撃を V に攻撃していくと、残り 88% ティファちゃんの攻撃で、ここでクイナさんで石を投げて魔石アークを飛ばしていきます。99,999、残り 6.2%、 大先生を投げたいです。アビリティで攻撃残り 2%、 0.8% になりましたが、リバちゃんで究極を使います。で本体にダメージ9万5000の連続、ありがたい。で残り第1フェーズは 65.0%、 標識アニが入ってます。じゃあじゃあ見ました、標識もレベル3まで入ってます。ティファさんで回復していきたいと思います。ケルガーさんは千浴びで攻撃、軽快に攻撃、ティファちゃんを千浴びで攻撃、1万800でしたね、10万連続攻撃飛ばしてます。ハイアーマーブレイクで防御力をダウンしていきます。イフロックガード、ガードを固めつつ第2フェーズの準備、ティファちゃんの千アビー3万6000、素晴らしい攻撃、
晴らしいダメージ、残り 20.8%。 クリティカル入って36。大先生の威嚇、少しずつ準備していきたいと思います。第2フェーズ間近、追撃が入ってきて、さらに魔石の攻撃が荒木さん入ってきたので、フェルガーさんこのタイミングでシンクロ使っていきたいと思います。ユナさんは天からの祝福、こちら超絶で2ターン短縮ばらまきます。ユナさんでシンクロクリティカル 100% にしていきます。でケルガーさんのシンクロがここに入り、クリ短縮が入りますので攻撃ぶっこめのターンが始まる。ティファちゃんはアクセル陣に使います。即発、そしてエビに短縮が入るので、そこそのまま攻撃突っ込んでいきたいと思います。素晴らしい外先生、ブラケットアイモリモリマイナス6をキープしつつ、カウント2番キッタリア99の連発連撃ラッシュ、大効果、急装備だけど頑張ってる外先生、男気見せる、素晴らしいダメージ29,999、オールカウントの攻撃。ティファ先生シンクラビだからダメージあまり出ませんが、頑張って攻撃、 ATB 短縮、攻撃は頭数で勝負だが1,000円、42,000円、素晴らしいダメージを出しております。再起動 50% を切ったので再起動始まりました。このままビリビリタイムぶっ壊して最終フェーズに突破していきたいと思います。警戒にデバフを食らい、強襲をレベル3、スカちゃんの攻撃、強襲をレベル2に下げる、34,000、強襲をレベル1に下げる、39,000、常識解除、ラッシュで40,000、素晴らしい、もう一発40,000までいった、お見事ティファちゃん、残り 15%、 ラストはおかわり1杯で99,999の素晴らしいカンストからのデルガー先輩のシンクロラッシュ、少しダメージが出ないが残り 1.4%、ここは警戒に飛ばしていきたいところ。すごいごちそうあるよ、ピークロックガード、現在タイムは17秒、素晴らしい、ここで最終フェーズ、第2フェーズはビリビリで突破できました。30,000、素晴らしいケルガー先輩、最終フェーズ突入、それでここ警戒に飛ばしていきたいところ、48,000、49,000までいってました。ガイ先生の攻撃、ダクタイはマイナス6をキープ、大先生も頑張る、手浴び28,000、ナイス、メルガー先生の攻撃、打席の攻撃、お待たせティファちゃん、74,500出てきました、85,600、素晴らしいダメージ、86,000までダメージ出てきております、気持ちいいダメージです。そして 50% を切ったので、ついに最終フェーズも後半戦に到達してきました。気休め程度のユナ様の暫定剣、防御魔法防御章、気休め程度に打ってきます。すごいごちそうありよ、ビーフロックガード、さあこのターンでダメージを出していきたい、ケルガー先輩のシンクロだ、ルパインダッシュ、常識を下げていく、ルパインダッシュも一発で19,000、常識レベルが1になりました、ルパインファングで32,000、常識が解除されている状態、ここでガイ先生の攻撃、ダメージは少し寂しいがいい感じに削っている、残り 38%、 この回に斧ブン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 ぶち合わしていきます。さあここでティファーちゃん58,000、素晴らしいダメージ、2回目、62,000、3回目、62,000、素晴らしいダメージ、ラッシュをかましていく、チェーンは残りますか、キレッソ、現在時刻は20秒44、ユーラ様で究極使って3ターン短縮、15,000、素晴らしいダメージで V が変わったので、ここでケルガーさんはクリスタルを使っていきます。構えていたクイナさんは天魂戦技を使って天魂デバフを上書きしていく、残り本体は 14% となっておりますが、ここは焦らず1個 V を壊していって終わらせてやろうと思っております。はい、チェーンが消えたのでガイ先生でリミットブレイク、リミットチェーン、焦らずチェーンも上書き、ここでケルガー先輩のクリスタル陣、ティファちゃんはそのままラッシュをぶちかましていく、
感じ。1万のダメージが出ております。あと2ターン、2ターン以内に部位を1個ぶっ壊せばもう勝利確定。ピストルフォースで攻撃、休め程度の暫定剣、笑顔の練習、回復は問題ない。デバフを入れていく、ハイアーマーブレイク1回戦線で弱体マイナス1から2、そして3、4、そしてギガントブレイク、弱体は5になり、おまけの1発、2発、そしてティファちゃんの攻撃ラッシュが入っていく。14000、15000、15000、ハイファング、素晴らしいダメージ。あと1ターンで V が攻撃できなくなってしまい、ただ残り 12%、 1回攻撃が当たれば終わるというところで、魔石ユーラ様でアークをぶん投げて99,199、そして爆発、本体に攻撃がいく、素晴らしい。26秒00、ベストタイム更新となりました。はい、なかなかアーク爽快感がある楽しいコンテンツになっておりますが、無事エンドコンテンツ配信日に YouTube ライブで倒すこともできてますので、アーカイブ残ってます。仏間ともにやってるので、気になる方はライブのアーカイブを見てくれたら嬉しいです。でティファちゃんのね、狙いのガチャ動画というのも同日配信日に動画投稿してますので、気になる方は動画もチェックしてみてください。無事タイム30秒切り、初のアークの30秒切りになりましたが、なかなか気持ちよくできました。推しのティファちゃんをがっつり使えたので、かなり楽しくプレイできたんじゃないかなと思います。それではここからは人気コーナー、メンバーチェック1-2見ていきたいかなと思います。参考程度に、僕はまあアクティブプレイのキャラエンジョイプレイになっておりますが、参考程度に行動順、そして装備品など参考になったら嬉しいと思います。今回挑んだのはアーク、雷属性、地属性弱点の物理有効です。ティファちゃん、ケルガーさん、外先生、ユーナ様、クイナさんとなっています。ティファちゃんなんですが、専用、英雄専用の装備に、神器、そうですね、マスター、究極と、ある程度揃えております。最新のものもガチャはしっかり回しました。ケルガーさんも、千阿弥。そんで、マスター、クリスタル、究極、D 格と、まんべんなく持ってます。リビットブレイクチェーンも持ってますと、マテリアこんな感じです。外先生も、見ていきましょう。ガイ先生は旧装備になるんですが、弱体で頑張ってもらってます。リミットブレイクチェーンも使いました。シンクロ D 格ですね、必殺技は。ユーナ様になるんですが、毎度おなじみオーディンとセンアビ、ゲージ戦技、新奥義、究極 D 格。クイナさんなんですが、センアビ使いませんでしたが、使っての覚醒と D 格シンクロとまめなく使いました。ステータスも気になったら見てみてください。魔石の方もチェックしていきましょう。アーク使ってきます。継承枠は特に気にしてないんですが、パワーアップレベル20を2発乗っけてます。こんな感じです。サブも見ていきましょう。アトモス、ドゥームドゥデイ、ライディーンとギルガメッシュとなっております。参考になったら嬉しいです。で、毎度おなじみなんですが、チェーンはファブラソーサラーのフレチェーンを使って挑んでいってます。ベストタイム更新の26秒、参考になったら嬉しいです。皆さんご視聴ありがとうございました。